ちょっと会話デッキが、ちょっと怪しいから、ちょっと考えてきた瞬間、昨日ね、夜考えたんだよ。ちょっとね、困った時に、もしね、もし、ちょっと困った時がね、来たらね、何を話そうかなって考えたの。まずね、1。ま、天気。今日の天気。天気、今日寒かったよねーとか。とか、天気良かったくねみたいな。天気デッキですね。ほんで、あともう一個。メモっとこう、ここに。メモるわ。ほんで、あと一個。好きな食べ物。好きな食べ物はちょっと、なんかあれ、怪しいというか、あんまりね、こう、ちょっと急に好きな食べ物を聞くのはちょっとなんか、ちょっとなんかあれかなって思うけど、好きな食べ物メモります。天気、今日の天気、好きな食べ物、あとね、今日何してたの？これめっちゃ良くない？今日何してたのってめっちゃ、今日何してたのめっちゃいいな。全員に聞きたいもん。今日何してたの？あと、今度一緒に遊びませんか？今度一緒に遊ぼうって言って、何して遊ぶみたいな。ちょっと会話弾むと思うんだよね。今度、今度一緒に、どう？ということで、メモった。よいしょ。これ、今んところシオンのね、デッキはこれなんですけど、これで大丈夫かな？ナンパデッキ。ナンパデッキ。そう、ナンパデッキ。これどうかな？大丈夫かな？これで。これでいいかな？いけるかな？これで。乗り越えれるかな？パンツの色！あ、聞きたい！パンツの色、いいね。最後に聞こうじゃん、みんなに。なんか聞きたいことある？みんなに。なんかみんな知りたいこととかある？ある？みんな。よいしょ。こんなもんかな？こんなもんかなぁ。私のことどう思う？あ、しおんちゃんの好きなとこいいね。聞くわ。それいいわ。一人一個言ってもらおう、じゃあ。自分でちゃんつけるとこだった。オッケーパンチの色何色？パンチの色。ちょっと今見ますね。ピンクかな。あー、かわいいね。かわいいね。パンツの色何色ですか？逆に。ちょっと待って、見ますね。あーね、薄い紫ですね。あ、やっぱり、うん、あ、理想通り。 ありがたい、助かる。寝てるかな。もう寝てるかどうか。あ、何色？怖っ。ってことは？うん、履いてないけど、シオン先輩はパンツ何色？履いてないの？バニーガールは履かないってことなんだよ。え、そうなの？うん、パンツじゃないやつってこと。え、何履いてる？シオン先輩は紫です、紫。さっきね、そう聞かれたんよ。紫も答えました。なんか攻め攻めな色ってこじゃん。薄い紫です。そう、知ってるよ。なんかさ、ペコーラさ配信でさ、うん、なんか紫はエロいみたいな切り抜き見たよ、なんかツイッターで上がってて。いや、紫ってさ、エロく感じないってことか。色、思わないでこう。まあね、イメージはエロいね。
え、だから、パレペコだよね。まあ、うん、お子様のシオン先輩には、ちょっとまあ、あれかもしれないペコだけど、まあ、うん、あれだね、いい感じに色気ついてる、なんか下着履いてんのよな。え、でも、ペコらパンツ履いてないんだ。そうそう、あの、バニーガイドはね、パンツ履いてるとダメペコだから履いてないんだよ。え、じゃあ何履いてんの？なんかね、そういう感じのやつがあんのよ。わかんないけど。わかんない。バニーがあるか、ほんとに。その耳、その耳取れるんじゃないの？取れないってこと。シオン先輩も一緒にバニーガールやろうってことだよ。あ、やるか。そう、二人でバニーバニーやろうってことだ。あ、バニーバニー。何、バニーバニーって。わかんねえ。バニーガールやるか、じゃあ二人で。耳つけなきゃね。そうだ、耳つけよう。あ、そうだ、ペコラ、シオン怒ってるよ。え、何が？え、怖っ。え、何？シオン怒ってるよって何？怒って、そう、怒ってる、怒ってる。怒ってるっていうかね、不安だった。不安？え、何？ごめんけど、何？なんかやったってこら、やべえ。え、言った？なんかやった？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 どういうこと？心あたりは、心あたり。心あたり？心あたり？え、何？言ってもいいペコ？いいよ。あ、ディスコで、うん。あの、シオン先輩メッセージが来てたのは分かってたペコだけど、ちょっとあまりの忙しさに。そうで無視されたんだよ。無視じゃないペコ。今、マリノもまだ返信してないペコだからね。みんなが今、みんなで忙しすぎてね。あのね、ちょっとあれ、ごめんなさい。悲しくなってさもう消した。もう消した、悲しくなって。え？消したの？消した。思ってることも通知が来てたのに、お疲れ様ですみたいな来てて、あれ？あ、それは、それは、あれだよ、まあ、昨日じゃん。うん。うん。でも悲しかった。消さないでよ、悲しかった。残しといてよ。だって帰ってこないんだもん。ペコーラ言うから、悲しかった。あれだよ、ひどいペコ！二人でコラボしよう、ペコ。な。しょうがないな。なんでその態度が言うかねんだよ。そうだね。ごめんペコ、そんな不安にさせてた。あ、ちょっと、ね、もう、嫌われたかと思った。嫌われたか。嫌いになったってないペコでしょ。ほら。じゃあ好きってこと？こんなにも。好きペコだよ、もう。あ、じゃあ好きなところ言って、好きなところ。クソガキなところー。は？え？え？は？え？え？え、みんな分かってくれると思うペコだよ。シオン先輩の好きな。ね、じゃあみんなはね、今ね、突した人はみんなね、優しくて、お姉さんとか言ってたペコでしょ。優しくてお姉さんで可愛いところが好きだよって言ってた。シオン先輩。何？先輩として言わせんのダメペコだよ。後輩に。どうなのそれは。お前も言えよじゃん。お前も言えよ。そんなことは言えないペコだよー。バイバーイ。クソガキが。クソガキペコにね。はい。パンツの色と、シオンの好きなところを一つ言ってから。わかりました、はい。パンツの色はね、はい、今日はね、はい、ちょっと、青っぽいやつです。あー、エロいやつ、エロいやつね。エロいやつじゃないよ。エロいやつじゃない。エロいやつじゃない。エロいやつじゃない、ちょっと。そう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 。で、で、好きなところ、好きなところ。好きなところ、これ、マジで答えていいんですか？その、いいよ、マジ。あの、紫のパンツ履いてるところとかじゃなくて。マジ、ガチなやつ、ガチなやつ。ガチなやつ。あと、この、クソガキなところ。な、ダンハートちゃん。はい。質問があります。はい。パンツの色は何色ですか？そう、それをさ、うん、実はね、はい、今日の配信最初から見てたのよ。うんうん、あれすげえ、うん。そう、で、会話デッキをこう用意してるときに、パンツの色って言ってて、うん。で、やべえって。で、自分のパンツちょっと見てみて、うん。今日に限って、おぉ！なんか、フィリピンで買ったスケスケパンツを、ほんとになんか久しぶりに履いてるのよ。久しぶりって何？いつ履いたんですか？前回は。前回はいつ履いたんですか？スケスケパンツ。え、なんか、なんだろう、このね、運命なのかしらね。今日に限って。エロだから今日は、うん、今日は、薄いスケスケ。何色のスケスケパンツ？ちなみに、うん、ピンク。あー、うん、なるほどね。女の子みたいな、ね、写真撮って送って。
気持ち悪い。ありがとう。こみんな大好きシオンね、ここにおるよ。シオン、シオン、シオン。え、なに今配信してたのか。そうそう。あ、そうなんだ、ね。今私の画面にもほらシオン。いるんだ。シオンが本日記念だからね。おめでとう。そう、ありがとう会長。かけてくれてありがとう。ね、ありがとう。いいよって言ってくれてありがとう。もちろん当たり前だよね。当たり前なんだ。私はシオン以外に結婚しようなんて誰にも言ったことないよ。本当かな本当かな。うお、それは本当だよね。怪しいな。怪しい。本当か。わわわわわ、疑われちゃってるよ。私がそんな人に見えますかね。見えるのかしら。見えるの。意外と真面目だから。いや、怖い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 。殴られる。そういうこと。じゃあ結婚しようね。会長。パパパパーン。パパパパーン。パパパパパパパーン。なんか違うんだけど。ちょっとさ、最後にさ、最後にさ、うん、パンツの色を聞きたいな。あ、パンツ履いてない。え、本当にいつも履いてないの？履いてないかな。あー、なんかでも前も言ってた、外出る時も履かないって言ってたよね。基本的に履かないかな。なるほどね。あ、お前そ、みんなに聞いたのか、そんなこと。あ、聞いてない、聞いてない。聞いてない。そんなこと聞いたら、みんなシオンに惚れちゃうから、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメ。確かに、そうだったね。ダメだよ、まったく。じゃあ、会長、シオンのさ、好きなところ言ってよ。え、誘惑クソガキなところ。ありがとう。ありがとうね。はい。はい。ということで。ありがとう、はい、会長出てくれて。ありがとう。ありがとう。あ、もしもし。あら、おかえり。遅かったわね。あ、ごめんごめん。ちょっと、飲み会で。本当に飲み会なの？うん、仕事のね、飲み会で。ちょっと付き合いってあるじゃん、人付き合いってさ。あー、そうね、その飲み会って女の子いたのかしら。いや、いるわけないじゃん、いるわけ。ああ、そうよね。うん、いるわけないよ。上司とか、後輩とか、その辺。あ、そう、その辺、その辺。ああ、うん。そうよね。うん。なんでもっと早く帰ってこれなかったのかしら。ちょっとね、付き合わされちゃってさ、回ってたわ。回ってた。うん。あらさ、あらさ。うん。そう。あれ。このポッケに入ってるこの名刺は何？この名刺？この名刺は何？これ名刺に見えるじゃん。うん、遊戯王カードなんだよね。あ、始まったら。これ、遊戯王カードなんだよね。闇のデュエルで。デュエルするデュエルスタンバイで、で、どうしたの？これ、遊戯王カードだけど。あら、遊戯王カードの、うん、そう。そう、この、うんうん。高所マリンとか、うんうん。キリュウポポとか。飾ってある人？書いてあるの、これ何かしら。飾ってある人たちは、これ、飾り。え、あ、え、絵だね。絵画みたいな感じ。おしゃれかな。あ、そうなの？そう。そうなの？あなたが昔、話してた女の人とよく似てるけれど、名前が。いや、さっきから話してんの、一人二役だけどね。頭がついてこないの。なんか一人二役で喋ってたんだけど。だからずっと一人だよ。あ、そうなのね。うん、そうなの、ね、うん。あー、わかったわ。うん、わかったわ、うん。お帰りなさい。うん。わかってくれた？うん、わかったわよ。もう遅くならないように気をつけてね。うん、うん。じゃあ、結婚しよう。え？あれ？あれ？してなかったの？して、あれ？してたんだって！結構してたんだじゃん。お前、しおちゃん部屋汚いの？え、でもあれからね、あんま変わってないよ。ま、綺麗ではないけど。やかちゃんの部屋の写真やばかったもん。やめろ！もういいや！ごめん、そうだね。これ配信しよう！これ配信、あ、好きや！はい、はい、じゃあ好きな。やめろ、もう。ねえ。バカされるじゃんか。はい、じゃあね、好きなところをね、どうぞ。いやー、しおんちゃんはね、ほんとにね、
クソガキと言うと思ったじゃん。クソガキと言うと思ってる。違うよ、しおんちゃんはね、うん、何？1個だけ本当に、うん、しおんちゃんの好きなところっていうか、可愛いなって、こいつ可愛いなって思ったところあるの。おー、何ですか？どこかというと、はい、これガチね、ガチね、はい、あの、はい、エーペックスで、あの、ちょっとわかんないけど、私と、あの、ランクマン回したいからって、めっちゃ頑張って、ランクを。ちょっと待って、あと、もう本当にね、あとね、今ゴールドの1だからちょっと待ってて。私もうダイヤ行くからね。やばい、待って、今何にプラスない。今ゼロ8なの何、はい、はい。じゃあで、はい、ランク頑張って、はい、上げてるんだ、上げてるじゃん。上げてて、そのランクが上がったりとか、ハンマー取った時にチャットで、取ったとか、ランク上がった、もうちょっと待ってて、みたいな感じで、チャットしてくるところが、やっぱ可愛いなーって思ったかなー。今何、ちなみにプラチナの何ですか？え、もうね、プラチナの1位のね、絶対さ、3でしょ多分。違うよ、もうね、3なら、ね、もう待ってる待ってるって。あ、もうね、あのダイヤ、ダイヤモンド、もうダイヤモンドだよ。待ってて、プレデター、プレデターね、まだ行ってなかったっけ。もうすぐプレデターだかしよ、もう。あと20位ぐらい上がればプレデターなんだけどね。惜しいんだよ。あ、そうなの？じゃあ私とランク回せないです。いや、サブアカ作るから。ほら、私とランク回したいんだ、やっぱり。はい、出た、はい、出た、バレた。以上です。じゃあ、はい、エペックスしようね。エペックスするぞ。うん、しような、しようね。じゃあ好きってこと？それはまあ、しおんちゃんはクソガキってこと。バカバカ。